続いては冬が来た、この曲は吉田拓郎さんに曲を書いてもらったんですけれども、とっても日本っぽい歌詞がついて、私的には最初おでんはんぺんとか思ったんですが、歌っているうちにとても楽しくなっていい感じだななんて思うようになりました。そしてビデオの方はですね、小さな幸せと同じスタッフでまた作ったんですけれども、これは朝の一番ぐらいですかね、早朝から、そして次の日の朝まで時間をかけてたっぷりかけて撮った記憶があります。すごく仲のいいスタッフと和気あいあいと楽しく撮ったので、そのあたりは作品に出てるんじゃないかなと思っております。そしてこのシングルジャケットの方も、私の大好きな京都に行きたいということで、京都でリラックスして撮っているので、ジャケットにはまたそういう加藤が出てるかもしれませんね。それではじっくり冬が来た見てください。